どうもお疲れ様です。たった今なんですけども、追加介入が入ったようですね。まだ報道はありませんけども、読み通りだということをね、まず申し上げたいと思います。介入が入ったのは、この矢印から矢印までの間で、152円の方に食い込んできました。で、今はね、154円の半ばぐらいまで戻ってきたわけですけども、で、この追加介入がありますよっていうのは、昨日 FX オリガルヒの方にはね、追加介入、つまり、介入全般の特徴について裏話をしたと思います。一発目の介入があって、3日以内に追加介入がある可能性っていうのは非常に高いわけですよ。で、3日が過ぎると、介入っていうのがね、また IMF との協議が必要になってきます。ですんで、今日ね、5月2日がそのリミットだったんで、ここまで気を張っていないといけないかなっていうところで、トリガーを設けておりました。で、トリガーの要件っていうのは、今ご覧いただいている1時間軸でも、当然、このヒゲ先とかっていうのがね、あるわけですよね。このヒゲ先の束とか。でも私は4時間の方で持っていました。4時間ちょっと見ていきましょうか。4時間ではこの束になってる陰線4線ですね。ここの、下の揃ったところ、こっからトリガーを私の場合は仕掛けておりましたね。だから値動きとしては、158円に向かうかどうかっていうところにいましたんで、結構ね、余裕を持ったところ、本当はもっともっと上の方でも良かったんですよ。ね、この辺りでも良かったんですけども、私の場合は今回、この155円の760あたりで、セルのトリガーをかけていて、それでもね、かなり2円とか3円とかね、ぐっと動くわけですから、大きな幅で取れたかなっていうところです。で、取った瞬間に、これ、この幅でぐんと戻ってきて、今この陽線が出ているところですから、154円のね、470あたりにいるというところですけどもね、もうこれにても一件落着ですよ。前回の介入でもトリガーによって利益を得て、今回の介入によってもトリガーで利益を得てって形で、トリガーはやっぱりいつも通りね、機能したってことです。で、ちなみにですけども、ついでに言うと、このトリガーっていうのは毎月の雇用統計の時に、私としては介入のための練習と思って毎月毎月やっております。損することもあるんですけどもね、損することもあるんですけども、いつか介入に出くわした時にこれが使えるかなと思って、トレーニングのつもりで1年間にね、10回から12回、雇用調整の数字が出た時に、練習のつもりでやってましたんでね、それがだいぶ私としてもね、鍛えられてきて、今回の連発の条件になったかなというところです。はい。じゃあね、速稼塾限定動画をご覧の皆様にも、その介入の裏話につきました音声を今日はね、放送させていただきます。それから FX オリガルヒの皆様も、ぜひね、このことは覚えておいていただいて、これから FX を長く続ける中で、必ずまたね、役立てる時がありますんで、まあ、こればっかりを使えってわけじゃないんですけどね、基本的にはテクニカルで日々稼いでおいていただきたいんですよ。そのテクニカルで稼ぐセンスが、こういったトリガーっていう発想にもなるんで、まあ、使える時は使ってくださいね。まあ、そのぐらいのもんですね。ということで、緊急放送でございました。今日の相場は、あとは落ち着いてからになりますんで、速稼塾限定動画の皆様はね、ちょっとお伝えできないかもしれませんけども、FX オリガルヒのご覧の皆様には、また追加放送で、普段の値動きに関する相場解説をさせていただきます。基本的には、ここからまたね、158円とか、160円向かって上昇トレンドを作るものと思いますけどもね。はい。それでは、トリガーうまくいった方、おめでとうございます。